はい、レディス&ジェントルメン、どうもダルマサキです。今回は、ラブリーさんとね、またコラボをしてで、今回はタイムアタックということで、今回はイザナギにね、タイムアタックですね。ラブリーさんのタイムが気になる方はぜひぜひ概要欄の方からラブリーさんの方のチャンネルの方で見ていただければなと思います。レッツゴー。今回はね、神経勝負ということで、まあガチでまたやっていこうかなと思います。レッツゴー。なのでルシファー艦隊ということで、いやー、さすがにこれじゃあもう勝ったやろっていうね。ルシファー艦隊ね、重力病だから。いやー、ルシファーのね、思い出としたら、俺はもう昔約2年前のね、超重心祭で、いやー、約3万円は課金しましたね、それ。これはもうマジやばかった。ルシファーがね、重心化する前、欲しくて欲しくて、2万円3万円ちょい課金しましたね。効かないね。ちょっと待って、 HP 全然減らないんだけど、やばない。ちょっとこれやばない、やばない。ちょっと待って、逆におもろし、おもろいんだけどこれ。いや、やば、みんな溶けていくやんけ。バトル4。まあ、イザナギに関しては一番ここはね、まあ一番勝負の場所なんじゃないかなと思います。バトル5。おい、ヘタプンしとおるやんけ。はい、バトル6。あ、カメやん。はい、あともう一周すればいけるね。ちょっと待って、早く来すぎてみんな SS 溜まってないんだけど。はい、あと SS 打つのみですね。まあ、ラブリーさんも大体同じタイムなんじゃないかな。ストライクショット、どうだ。マジ死なない。ストショ。はい、これで今回はイザナギね、コラボの、ラブリエさん、 YouTuber のラブリエさんがね、まあ上げてるんで、よければそちらの方も見ていただければなと思います。僕のタイムは3分57秒です。遅いのか早いのか気になる方は、よければ
回裏の方から見ていただければなと思います。ということで以上、ドラムスでした。バイバイ。